ゆっくりしていってね。今回は前回の続きのイカ釣りです。あまりの風の強さ、反応のなさにタイラバをやめてイカ釣りになっています。ここら辺は多分スイートスポット。なぜかって、もちろん人なんて来ないだろうから。それもありますが、地形的にいい感じなんですよね。そこは砂地に岩が点在、おまけに急に水深が深くなる淵もある。これならいない方がおかしいと言っておきながら、しばらく来ませんでした。後ろの方で釣れていますね。ぼちぼちのサイズかな。高額のために見ておこうか。ラーメンバリの水切り、ヒット、すごい引きだ。間違いなく大物。丁寧に寄せるぞ。水面をかっ飛んで寄ってきました。エビより少し大きいから10センチぐらいかな。透き通って美味しそう。次はブレイクを探っていくぞ。アイオンの絡まれっけ。まだボートキャスティングシリーズは売っているのかな。浮いてくるのが見えるな。結構いるみたい。リフト&フォールで攻める。丁寧に落とし込んでいく。このロフトは7フィートしかないんですよね。なのでボートでの扱いがすごく楽。UV グラスという素材を使っていて、穂先がかなり独特。見切れをしないんじゃないかってぐらい、柔らかい穂先を持っています。なかなか来ないな。ですがバットはかなり強いですよね。全く曲がらない変わったロッドです。もうかなり古いロッドなのですが、折れないので秋の専用ロッドです。そう。いまいち乗り切りませんね。周りを群れているのですが、体を比べて勝てそうかイカが考えてるな。このエビは美味しいよ。早くおいで。小さいから根気がいるな。走っていったぞ。やっと乗った。激ミニかと思ったらコロッケサイズかも。
本。優しく丁寧に。網はどこだ？急いでください。急患です。はい、墨の洗礼を受けました。わざとではないんです。ごめんなさい。そろそろ長くなるので一回区切ります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。またねー。